会いに来るのが遅くなってしまったか。あなたが来るとは意外ですね。ファミリーがどれだけ警備を固めているか、あなたをここから連れ出すのがどれほど難しいか知らないでしょう。どうやら私の番が来たようですね。何を言っているのかよくわからないわ。あなたの番？交渉、尋問、あるいは徹底的な死刑。私の末路はあなた次第です、レディ・ヒスイ。なぜ今になって死にゆく者に口を開く機会を与えるような素振りを見せるのですか。祭壇から転げ落ちてもその態度は変わらないのね。あなたの元気な姿を見られて嬉しいわ。そのような謎めいた言葉で私の尊厳を傷つけるのはやめていただきたい。わざわざ会いに来たのは己の悪意に満ちた虚栄心を満たすためなのですか。そんなわけないでしょう。私が来たのはあなたの妹の願いを叶えられる素晴らしい取引を提案するため。受け入れるかどうかはあなた次第だけど。ロビンの誰もが平和を享受できる真の楽園を築く、これがあなたたち兄弟の約束だったわよね。その約束を果たせるチャンスがまだあると言ったら、私と話してくれる気になるかしら。これがとても重い質問だということは分かっているから、すぐに答える必要はないわ。行きなさい。あなたは自由よ。己の本分を超えようとした神に選ばれし者、その翼を折り俗世を訪れ大地を歩き、この世界の真の姿を見てくるの。あなたたちの慈悲などいりません。言ったでしょ、これは取引だって。それに今すぐ答える必要はない。収穫は一夜にして得られるものではないもの。私が一番得意なのは待つことなの。夜は長く、美しい夢はまだ続いている。ゆっくり考える時間はあるわ。あ、最後にもう一つ言葉を送ってあげる。経験者からの忠告としてね。人生は辛く短い。好機を失することなかれ。